三をつぶて第一章平次は開花へおりました何七の目もお経の顔からは何にも読み取ることはできず喧嘩相手の八五郎と健太郎は今泣いたカラスみたいな顔をして三味線引きと多言ほどの角度を保ちながら大勢の雇い人の中に立ち集っております平次はもう一つ踏み込んで調べたい気でしたが 主人のウコギサコンは申すまでもなく、弟のナン夫婦もツボヒョウマの女房のお弁までが妙に顔をそらせるので、その敬遠主義のもとには、いたたまらない気持ちになったのは無理もないことです。俺らケるよ、ハ他に仕事も待ってるから。平イは八五郎を木陰に呼びました。えけるんですって 立派の御用聞きが人殺しの現場から消えるほどの用事があるんでへえほら眠くなったよ大した用事じゃねえが里心がついたことにしてもいいあきれたもんで平次はわざとあくびなどをしてみせるのを八五郎はひどく不機嫌に受けておりますこの始末を昼寝しながら考えるよ八丁堀の組屋敷には風通しのいい部屋があったはずだ ああなるほど八五郎もようやく飲み込めました平次は事件の奥に横たわるいろいろの秘密を探るために八丁堀の組屋敷へ帰って調べるつもりでしょう謎は深く事件は複雑していてここでかき回していては迷宮の上を堂々巡りするだけのことです橋もう眠くなりましたがね親分餌をつけ。 ゆんべは茶店のばあさんの子守歌でよいっから寝込んだそうじゃねえかかなわねえな高戸の馬地親分と相談をして屋根へ登ってあんな技のできる得手者を調べておけ得手者っすかねえまともの人間のできるこっちゃねえよそれからあのケンタロウという子に気をつけろあれが得手者っすかたんでもねえあらベラン名御曹司さ得手者はあの子を狙っているのかもしれねえ そいつは大変じゃありませんかだからおめえに任せるよせいぜい噛み合ってるがいいやってみましょうあの子は喧嘩ごっこの相手には申し分のねえいたずらっ子で最も慣れ合いの喧嘩に身が入りすぎてさっきはイっというほど引っかけれましたがね八五郎は二の腕をペロリペロリとなめてみせるのです何を嫌がるんだその代わりおいらの向こうづねを蹴飛ばしたじゃねえかミヤすり向きになったぜ じ者ケンタロウはどこで聞いていたか物陰から顔を出してペロリと赤い舌を吐くのですおめえが先に俺のタブサをかきむしったじゃねえかフケだらけな頭や塩潮磨きにしなきゃバカの匂いは抜けそうもねえケンタロウなかなか負けてはいませんこの野郎さっと伸びたハチゴロをのてそれをかいくぐってケンタロウ二三軒遠のくのですその息その息 平治はすっかりうれしそうでした第2章はい顎の長えのもう一丁来るか健太郎少年はポンと八五郎の背中を叩くのですおびっくりするじゃねえか平次の後ろ姿を見送っている八五郎は慌てて振り返りましたそのびっくりする顔が見たかったんだよ驚くはずみに顎が三寸ぐらいは長くなるぜこんなことを言って 早くくも件飛びのく健太郎です慣れ合いの喧嘩が妙に敵外心を誘って本物の喧嘩に発展しかねないところがケンタロウの持つ悪道本能だったかもしれません。なんて悪い口だあごの長いのは鼻の下の長いの入れはマシだよくげ崩れの貧乏御曹指め。何よ合匹 菅谷橋から放り込んで水の底を見せるぞくそでもくらえ石を掘ってそのあごをぶっかいてやるから賢太郎はしたたかな石を拾って身構えるのです危ねえこぞその手を後ろから押さえたのは高田の馬吉でした何をし上がるんだ二つ三つねじ合いましたがもとより小柄の賢太郎が二人の岡っぴきに歯が立つはずもなく振りもぎって土手だいに。 五六軒逃げ延びるのが精一杯です。見るがいい。今度手ごめにしたら、この石で花をぶっかいてやるよ。健太郎は逃げながらも、まだつぶてを捨てようとはしません。悪いことだ。今度捕まえたら、一匹刺しにして塩をつけて食うぞ。馬吉はでっかい原稿を振り回して見せるのです。あれが捕まるもんか。いや、八丁つぶての刑事の手並みを健太郎は身をひねって。 ストライクと食らわせました。拳台のつぶては風を切って高田の馬吉の瓶をかすめ背垣見増しの強化に発死となるのです。危ねえ小ぞ。今度は八王衛の顎へ行くぞ。ぶっかいて顎汁にしてやるから。お、よさねえかけん。八五郎は慌てて顎を隠しました。五六軒の距離から放るケンタ太郎のつぶては馬鹿にできない威力を持っているのです。それをきっと 二つ目のつぶては風を切って頭の上へ首をすくめた八五郎の曲げ節をたたいて橋の上にカッとなります。待ち上がる小僧馬吉はむきになっておいましたが賢太郎はいつまでもそこにいるわけはなく赤ん塀をして尻を出してお尻をたたいて二つ三つ横とんぼを打っていずこともなく逃げ伏せます。なるほどペェロンメイ御曹司したよく言ったね。 あんないたずらのね高田の馬吉と八五郎は顔を見合わせて命名のことを考えているのです第3章それから三日平時から何の頼りもなく坪評馬の弔いは済みましたがその下死人の見当もつかぬままに八五郎は茶店のばあさんのところに厄介になっております。 高田の馬吉は日に二度や三度はやってきてそのあたり中を嗅ぎ回りますが坪ろ幻の下手人どころか健太郎に言わせるとろくな犬のクソも嗅ぎ出せそうはありません月が欠け始めて夜風が一日ごとに涼しくなりますが山吹御殿は弱として右國左近は気難しく引きこもったきり弟の南七は時々顔を出して 雇い人や出入りの百姓を叱り飛ばしたり、八五郎と馬吉に愛想を言ったり、忙しそうにしております。おなみは如才なく立ち回って、内中の人気を集めておりました。一人者の主人の左近も、弟の嫁のおなみが誰よりも力になるらしく、おなみ、おなみと可愛がっており、弟の南七はまた、そんなことに一向を無関心で。 山吹御殿のハウスキーパーで女王様らしく振る舞うのはこのなみという28歳の美しい年間だとしても何の不思議もありません壺、氷馬の御家のお弁は動物のような本能を持った女でしたいや亭主の氷馬が死んだ悲しみもたった一日で拭い去られ2日目3日目にはもう 薄のの鼻歌まじりでででと同じようにはしゃいでいるのですおそらくオスウマに死なれたメスウマメス犬を失ったオスウマほどの記憶の連想も愛着も持たず25歳の盛りこぼれるホルモンのままに動いているのでしょう4日目の晩遅い月が出てから少し母屋のの 東向きの2階に大変な騒ぎが始まりましたあ誰かすさまじい物音に続いてお波らしい女の悲鳴が山吹御殿いっぱいに響くのですどうしたどうしたんです主人の右に左近はじめうちじゅうの者は東側の広い縁側に集まりましたうちの人が怪我をしたんです怪<我>その時はもう 南七は縁側にうずくまって自分の額を押さえておりました明かりはありませんが遅い月がいっぱいに差し込んで縁側は昼のような明るさですその上誰かが手職を持ってきましたほっち南七の額は破れて流るる血が顔から寝巻きの襟を浸しております石を投げられたんです石ですよ大きな石を うちの人が寝られないからと言って縁側へ出て月を眺めておりましたいつもやることですするといきなりどこからか小拳ほどの石が飛んできておなみは切れ切れに言って身を震わせるのでしたあの子だ八丁つぶてだ後ろの方でささやく声がします傷はひどいようだ早く外科を呼んでこいこう言ったのはさすがに主人の左根でした 高田の馬吉を呼んで来い,いや橋の茶店には八五郎親分もいるはずだ続いてそういうのもありますが「いや岡っ引きは呼ぶな」「ねほりほほり聞かれるのがうるさい」主人の左近にはそれが何より気に食わなかったのでしょう。